いえ。ああ。月乃ちゃん、おう。ありがとうございます。もう記憶はすっかり戻った？はい、その説はご迷惑を。それにしても記憶を失っちゃうなんてね。変態たちのことがよっぽどトラウマだったってことか。そうですね。特にあのジャイアンな人が。ああ、あれか。よっぽどショックだったんだね。あれはまさにでっかい。ああ、ごめん。嫌なことを思い出させちゃって。急にどうしたんです？
横浜に移ってからは忙しかったの？そうですね、すごく忙しいです。家に帰るのが12時過ぎたり。マジで？そんなに忙しいの？最近は残業の規制が厳しくて帰れって言われるんですけど、デザイン業務ってこだわり出すと時間が足りなくなっちゃうんです。こだわりか。じゃあ忙しくても結構楽しめてるのかな？そうですね、基本的には。よかったよ、元気そうで。なんか全然連絡できなくてすみません。いや、仕事じゃ仕方ないさ。矢神だ。おう。お願いします。なるほど。おう、よし。ありがとうございます。おう。はい。月乃ちゃん、あの、
月乃ちゃん。そういえば、陽介くんは最近何やってるの？兄は何やってるかよくわからないです。電子マネーとか投資とかでかなり稼いでるみたいですけど、最近は会社を作るとか言ってて、いろいろやってるみたいで。陽介くん、お金を稼ぐ才能ありそうだったからな。はい。ただ、結構危ない橋も渡ってるみたいで、両親はいつか兄が捕まるんじゃないかって心配してました。もしそうなったら八神さん弁護してくださいね。そうならないことを願ってるよ。代わりなんです。え、八神さんのように勇気や強さが持てるようにって。月乃ちゃん。え、それはもちろんですよ。
そうですか？そう言われると嬉しいです。八神さん、どうかしましたか？いや。それって。はい、うち私服通勤なんで。おう。え、そうですか。ありがとう。大事な仕事があるときはこれ着てるんです。なんか気合が入るんで。へえ。そうかもしれません。なってから残業明けに眠気覚ましで飲むようになって、最初は苦いだけだったんですけど、最近は美味しさが分かるようになってきました。なるほど。それが大人の定義ですか？要するに。なるほど。わかる気がします。辛い仕事も慣れてくると楽しさが見えてきますから。つまり。そう言われるとなんだか味わい深いですね。それは。はい、小さいパソコンですけど、簡単な仕事ならこれでもできるんです。へえ。はい、大体はイラストの編集とかするときはさすがに心もとないですけど。いいですけど、結構高いですよ。ん？ものによりますけど、安くて20万円、50万円以上かかることも。え？はい、うちが特別高いってわけじゃないんで、そのくらいの相場だと思います。その時は私が先生してあげます。はい。だが。はい。月乃ちゃん。なるほど。わかった。